はい、今日はね、有名な巨人の、スクープについてちょっとお話ししていきたいと思うんですけど、まずは誰でも知ってる、読売ジャイアンツの、原辰徳監督ですね。彼がね、結構よく俗に言う、反社会的な、ね、勢力と、つながりがあって、いわゆる愛人問題っていうところですよね。愛人を、もともと囲っていて、週刊文春に出されてましたけど、1億円を、反社会的勢力に出して、揉み消すっていう事態が起きたと。これはね、もともと、かなり有名な、事件なんですけど、それを筆頭に、本当に、巨人っていうのはやっぱり鍋つねがやっぱいるんで、もう本当に鍋つねはもう、本当に政治界のもう顔なんで、ある程度のもう時期は揉み消せると、メディアも含めて、っていうところやっぱあるんで、それに、続いていったら、坂本勇人の、女性問題。もう、妊娠、中絶とか、当たり前、妊娠中絶を、強要したりとか、っていうのも、文章に流れてましたし、ね、ちょっと、かなり、偏った、性的な、報道っていうのもされてましたね。やっぱ巨人もね、やっぱりその、成績さえ残せば何でもいいやろっていう、やっぱ風潮がどうしても残ってるんで、そういうのがまかり通ってるかなっていうのは感じますね。あとは、ピッチャーとかで言えば、貧困法制な選手の方が少ないですよね。貧困法制で言ったら本当に岡本とか丸ぐらいですよね。何もその事件を起こしないといえば。あとはヤクルトにて田口選手が、その社内で、自分でその行為をして、それを週刊誌に取られたとかいう事件もありましたし。あとはその、ピッチャーで言ったら、あとは今、ちゃんこやってる ちゃんこやってる、横浜の、山口俊投手がね、酔っ払って、もともと酒癖が悪い選手だったみたいなんですけど、選手との飲み会で騒いで、暴れて、病院でのなんかガラスをなんか割って、なんかその怪我をさせたみたいな、がなんかちょっともう問題されてましたよね、一時期。あと、もう古きをたどれば、もともと外様ですけど、清原選手ですね。薬物問題とかね、反社会的勢力とね、関わるっていうのもありましたし、例を挙げればきりないですよね、やっぱり。やっぱり野球選手はね、やっぱりそういう、普段はね、プレッシャーが強いところやってるんで、それでは仕方ないかもしれないですけど、やっぱり許せないってことですよね。で、このネットニュースか見ても、2012年6月20日ですね、原監督が、元、暴力団員に1億円払っていたっていう、ニュースが流れて、原監督としては特に託すところっていうところは、出てるみたいですけどね。こういうのもね、やっぱ上げたらやっぱキリないんで、仕方ないんでしょうけどね。あとは最近で言えばその高木恭介選手だったり、笠原投手ですね、今 YouTube やってる。彼が、野球賭博で、もともと捕まって、みたいな、ところがあったりとかっていうところもあるんで、野球賭博問題とかですよね。こういう不祥事とかもね、ネットとかで見てたら、きりないですよね、これは、はっきり言って。最初合わせたらね、この KK ドラフト事件とか、PL 高等学園の桑田真澄と、清原和博をもっと巡る、プロ野球ドラフト会議での騒動だったりとか、桑田真澄投手の、登板漏洩疑惑とか、あと、このポーカーギアとか、やっぱり賭博やっぱ好きですね、やっぱり。やっぱもう、もともと勝負師なんでしょうね、やっぱり。やっぱり、どうしてもやっぱかけたいんでしょう、やっぱり何かをね、熱いものを。やっぱり賭博とやっぱり女性問題がほとんどですよね。で、暴力行為と。ガルベスの審判に対する暴力行為で、なんかありましたね、なんかね。ガルベスが審判になんかボールを投げてみたいな。ガルベスって言いましたね、なんかね。自分が生まれてすぐ俺、6年ぐらいの時ですね。めちゃくちゃ気性の荒いピッチャーみたいな。篠塚敏夫の車庫飛ばし。結構なんかもう、
いろいろ、なんか、いろいろありすぎて、なんか、杉山直樹の強制わいせつ致傷事件とかって、なんか、すごい、なんか、いろいろありますね。で、小久保裕紀の無償トレード。清武の乱とかってありました、なんかね。ヘッドコーチ人事を巡り、まあ、清武、まあ、ヘッドコーチ人事を巡り、まあ、清武秀俊球団代表が、渡辺恒雄取締役会長、不当な人事改善を行ったとして告発として、した騒動ですね。清武さんも辞められましたよね、もう。まあ、あとは、まあ、その、まあ、有名なんで言えば、もう暴力団事件ですよね。まあ、その、まあ、原辰徳監督が、まあ、女性問題で、もうお金払っていたってことですね。あと、安倍晋之助の不倫問題ってありましたこれね。G カップグラウンドだと、3夜連続の不倫密会みたいな。これ、まあ、もともとなんか、まあ、自分もいろいろ見ましたけど、なんか、もともと、その、なんか、反社が、もともと絡んでて、安倍晋之助は、なんか、その、なんか、いろいろ脅されてて、で、なんか、まあ、球団が、まあ、金で解決したみたいなのを聞きましたけどね。まあね、もう芸能界とかね、やっぱりまあ怖いところですから、やっぱり、まあ、どこまでね、まあ、その反社が絡んでるとかもう見えないところなんで、で、記事によると、阿部ちゃんが試合後に段ボール抱え、宅配便の配送人を装うような形で、小泉のマンションを訪れたと報じている。手の込んだ不倫劇がきっかけで、宅配屋しんちゃんと命名された。宅配屋しんちゃんってやばいですね。これなんかもう、選手とかいじるときどんななんでしょうね。杉内奏者の不倫問題とかありましたね。坂本勇人のベッド写真流出。もう坂本勇人のはもう全然驚かないですよね。なんかね、ケツ穴事件とかありましたけど。ケツ穴事件もやばいですね。あれでなんか試合に出るメンタルがすごいですよね。なんか感情とか、なんか7つの大罪みたいになんか感情なんか消すなんかやってるんですかね。なんか訓練みたいな。なんか修練の洞窟でなんか何回もケツ穴事件をなんかもう 相当前に繰り返して、怒りを抑えるっていう。ケツ穴の滞在ですよ、坂本勇人は。ケツ穴の滞在。で、まあ、越智弘道の結婚詐欺。越智弘道とか、ダッチ大輔ですね。越智大輔とかいましたね、風神雷神の。結構自分好きでしたけどね。なんかもうすごいですね、なんかもうね。で、柿沢の、野球用具を生み出して、100、1000万、10万、100万。すごいね、これね。で、鈴木貴博、2名の DV 疑惑とか。坂本勇人、キャバクラ店、傷害事件。なんかホテルになんかね、言い寄った女性をなんか、亀太ももに噛みついて、なんか 噛みついてて、あの巨体で噛みつかれて嫌っすね。で、最新で言ったらオコエルですね。この暴力団反社が、開いた宴会に出席したことがわからって。まあね、あげればきりないっすよね。まあね、今日はね、まあ、プロ野球選手の闇について、ちょっと語るとこあったんですけど、
まあね、チャンネル登録といいねしてくれたら、俺が、非常にありがたいです。アイク TV でやってるのでよろしくお願いします。チャンネル登録いいね。何卒よろしくお願いします。